第二代ボルトン公爵チャールズ・ポーレットはグレート・ブリテン王国の政治家。ポーレットは1661年にチャールズ・ポーレットと初代サンダーランド伯爵エマニュエル・スクロープの娘であるメアリー・スクロープとの間に生まれた。1675年から1698年まで彼はウィルトジャー伯爵と称していた。 1689年から公爵位を受けるまでの間は、ウィンチェスター公爵であった。彼はハンプシャー及び、ドーセットの統官を務め、また、区内長官やワイト島教などを歴任した。ポーレットは生涯で3度を結婚している。キルバーン、マシュー、ポレット、チャールズ、オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ドイ、10.1093。 レフ、オーディエンルブ、21614。要購読、または、イギリス公立図書館への会員加入。ありがとうございます。